では今日もメイクしていきたいと思います。まず下地がこの MAC のストロボクリームシルバーライト保湿クリームを使っていきます。まあ今日はね普通の準備メイクということでこういうメイクしようっていうの決めてないんですけど、なんかね前からリクエストがすごいあったのになかなかできてなかったピンクのマスカラをねちょっと下まつげに使ってメイクしようかなとなんとなく思ってます。ストロボクリームね保湿力がすごく高くていいんですけど、夏だと、まあ、保湿力が高すぎてもねちょっとよれちゃうので薄く薄く少しずつ塗ってます。したら今日は VDL のラストファンデーションとかっていうやつを使います。これ振って使うやつみたいです。なんかね最近すごい暑いじゃないですか。で2日間ぐらい日焼け止めをね体を顔はいつもメイクしてるんで大丈夫なんですけど、体に日焼け止め塗るの忘れたらなんかちょっと焼けた気がします。腕とかもうすでにまだ7月にもなってないのに。で今日はこのブラシで伸ばしてみたいと思います。これ100円のブラシで、ダイソー、あでも100円じゃない、ダイソーで売ってるやつだけど確か300円ぐらいするかも。ちょっと高めなブラシ。こういうブラシあんま使ったことないんでこれで使い方合ってるのかわかんないんですけど、トントントンってやるのかな。でも多分伸ばさないとだよね。こういうの使うと手が汚れないからいいですね。でもちょっと難しいかもこれで伸ばすの鼻周りがむずい。なんかでもこういうのでやってる人多いですよね。これゴシゴシやりすぎなのかな私手で伸ばした方がっていうか一番いいのがクッションのパフが一番いい、やりやすい結局クッションのパフに頼るっていうね。そう最近クッションのパフが使いやすくて、クッションのファンデーションじゃなくてもクッションのパフをね使っちゃうんですよね。これの使い方教えてください。なんか前回ナーズのやつで使った時もよく使い方わかんなかったんですよね。今もなんかあの広い面は平気なんですけど鼻のあたりとかすごい塗るの大変ですね。そういうもんなのかな。でも絶対こっちの方が早い。ポンポンポンってやった方が早い。もう白いかなちょっと。まあまあまあ実際見るとちょっとだけ白いぐらいですね。ちょっと白いんかいっていう感じなんですけど、はい、あのシェーディングでやっていきたいと思います。もうねすでに焼き始めてるので気をつけなきゃ。ちょっと今年こそは焼かずにいきたいですね。そしたら眉毛描いていきます。今日はね最近いろんな眉毛のブラシで描いてみてるんですけど、今日はリアルテクニックスかな、これなんだっけ多分そうのこの細いすごいちっちゃいの先がこんな感じにすっごくちっちゃくて細かく描けるタイプの眉毛描くやつです。今日はねナイトドラマアイパレットですね、ボビーブラウンの。まあこれ限定なんですけど、これのここを使って眉毛描いていきます。まあちっちゃい方が形作りはしやすいんですけど丁寧に描かないと描きづらいかもしれない。フーミーのブラシもゲットしたのでそれもね使って今度描きたいんですけど、どれが一番いいんだろうな。でもフーミーのもすごい人気ですよね。ユーアグラムのやつよりもちっちゃいかな、どうだろう。あでもユーアグラムの方がこんな感じで、ユーアグラムが黒い方ねなんですけど、ユーアグラムのがちっちゃいですね。ちっちゃいというか横幅が小さめな感じですね。腰もねこっちよりもこっちの方が、毛が短いからかわかんないですけどこっちの方が腰がある感じがして、こっちの方がちょっと柔らかい感じがします。まあ描きやすさ的にはそんなに大きい変化はないんですけど、まあこっちもこっちでねすごく使いやすいですね。なんか眉毛ほんとね昔の方が、今よりも今はまだちょっとマシに描けるようになったんですけど、ほんと昔すごい苦手で、その時はこれを初めから持ってたんですけど全然これ描きづらくて描けなかったです。眉毛苦手な人は多分大きめのブラシの方が描きやすいんだと思う。今眉毛がすごく上手になったかって言ったらそうでもないんですけど、やっとこういうねちっちゃいブラシでも自分の思った形に少しはなるようになりました。ここのカラーがねいい感じに髪色に合うので最近よくこれで描きます。そしたらちょっとね黒いのが生えてきたので、この最近すごく気に入ってるクリオのアイブロウのマスカラを使ってきます。クリオのね縛りメイク出したんですけど、結構ねあのメイク私もすごく好きで気に入ってます。クリオほんといいもの多いっていうか、韓国コスメってほんと楽しいなって最近。そしたらこのザセムのチップコンシーラーで眉毛とかいろんなところを隠していきたいと思います。
とりあえず眉毛、多分こういうのじゃなくてあれですよね、こういう風に眉毛を整えたりする用のなんかブラシみたいなやつあるじゃないですか。なんて言うんでしょう、あのブラシみたいなのから出てくるタイプのコンシーラー、ユアグラムからも出てたと思うんですけど、ああいうやつの方がうまくできる気がする。アイシャドウはまずこの MAC のクリームカラーベースのパールを使ってきます。昔はね、私絶対に下地塗らないとメイクしない、したくないぐらいな、ファンデーションぐらいな感じの感覚で絶対に塗ってたんですけど、最近全然塗ってないですね。まあ、塗ったら塗ったってね、密着度上がるしいいと思うんですけど、アイムーンライトアイズ01番、ココアブラウンっていうやつ、アイっていうところのブランドなんですけど、ナチュラルコスメなんですよね。モード学園さんとのコラボの商品らしくて、こんな感じのすごく使いやすそうな2色になってます。上は薄ピンク、ほんとさりげないで、2つの色混ぜるとこんな感じ、ちょっとツヤってする感じで、茶色だけだとこんな感じ、全体的にすごいツヤーって。じゃあまず指でね、チップもついてるんですけど使いやすそうな、私は指で塗っていきたいと思います。なんか肌に馴染むカラー、ナチュラルコスメなので肌には絶対にいいと思うし、なんかほんと肌弱くて目元がね敏感な方とかにもすごくいいかなと思います。ここの茶色がすごい可愛い感じ、うん、発色いい。際の部分だけ特に濃く、こんな感じで結構しっかりな感じ。そしたらじゃん、トム・フォード・ビューティーのシャドウエクストリームアイシャドウ、前もね一回紹介したんですけど、パカッてして開けるタイプのこの高級感漂うアイシャドウ、これをこの真ん中に重ねていきます。うん、重ねてあげると可愛い。今この白いのを下に塗りました。こんな感じのメイクです。今日はこれでアイメイク終わりにします。なんかねこのパンフレットもらったんですけど、このモデルさんの使ってる02番のカシスバーガンディっていうアイシャドウもあって、私今これを使ったんですけど、こっちも可愛い、カシスバーガンディ。今私はココアブラウンっていうねやつを使いました。このキラキラと合わせてメイクしても可愛いし、全然2色でもね使いやすいし、発色もいいなって思いました。シェーディングはトゥークルフォースクール使います。今日はねちょっと体が焼けて、気持ちもうすでに焼けて、気持ち肌のファンデーションが白い気もするので、しっかりコントアさせたいと思います。まあね、私はね肌白い方が好きなので、そうついついね自分のトーンより少し白いぐらいのやつ選んじゃうんですけど、カメラ越しに見ると白すぎちゃうかな、の一番明るいのと真ん中の混ぜて使います。はい、こんな感じで OK です。そしたらこのホリカホリカのアイライナーをインライナーとして使います。なんかこれね、なんかパッケージがリニューアルしたのかな、結構前に買ったんですよ私。だから最近ねネットでこの商品をね金額調べようとか思ってネットで調べても、このパッケージなんかキラキラしてるパッケージのものが出てこないんですよ。多分パッケージリニューアルしてるんですけど、名前は一緒なので、これ初めて韓国に行った時に買った思い出のやつです。そしたらビューラーします。マスカラはこのロインメイクのロング&カールマスカラ、アバンストフィルムの MP っていうバーガンディっぽい感じを使ってきます。これ限定なのでね、ショックですよね、もう売ってないっていう。はい、こんな感じでしっかり上がります。ちょっとこのねこのやってる最中が怖い。みんな下まつげもちゃんと下げてますか？やっぱ下げた方が違いますよ。そしたら下まつげにはこの、お待たせいたしました、ずっとね使ってくださいって言われてたんですけどなかなか使ってなかった、マスカラビニールクチュールの6番を使っていきます。これは私はいつも下まぶたに使いますね。上でも可愛いんですけど、上と下両方使っても結構やっぱりね個性的になるので、私的にはあの 上まぶたにちょっとピンクのアイシャドウを使って、下まぶたにこのマスカラを塗るっていうことが多い。その方が馴染む。ピンクをねめちゃめちゃ主張させたい時は
あの下地とかと一緒に合わせて使うとすごくピンクが出るんですけど、普通に直塗りでも全然平気です。こんな感じになって下はまつげがピンクになりました。上もラメがピンクなので相性は悪くないかなと思います。そしたらチークは久しぶりにこのマックのミネラライズブラシウォームソールを使います。もう何にでも合うのでね。ハイライト久しぶりにこのシマリングクローデュオ01番3を使いたいと思います。なんか久しぶりに使うと最近ギラギラのをねよく使ってたので、すごいなんか落ち着いたハイライトに感じますね。擦るとね下のファンデーションとかがよれちゃうと嫌なので、トントントンって指で、すごいナチュラルに。でもこういうハイライトが結局一番なんですよね、日常的には使うんだと。でも本当ハイライト好きになったのって今年ぐらいからですね。去年とか一昨年とかはもうねテカって見えるのが嫌で、ハイライトってなんで必要なのっていう感じぐらい、ハイライトあんまり入れてなかったけど、人って変わりますねはい、こんな感じでハイライトも OK です。リップもこの AY こんな感じのパッケージで、これももちろんナチュラルコスメっていうことで唇に優しい成分で作られたみたいで、すっごいこの色が可愛いんですよ。こんな感じの色、これ絶対みんな好きでしょ。パーオレンジっていう名前です。でちょうどね今のブーム的にも私オレンジブームで、オレンジ系のメイク大好きで最近よくやってるので、こんな感じの色でまさにオレンジっぽいブラウンっぽいみたいな感じの色で、もう今旬の色なんじゃないかなと思うし、どんなメイクにもね合わせやすい感じです、私の中ではちょっとこのリップはテンション上がりますね。ちょっとこれをつけてみたいと思います。マットですね、でも結構発色がすっごくいい。はい、こんな感じ、かわいい、いいですね。どれぐらいの持ちなんだろう。まあ落ちるけどちょっと優しい色になって、全然これぐらいでも私は平気ですね。結構マットだから落ちやすいっていう感じではない気がします。全然しっかり残ってます。ナチュラルコスメだからかわかんないですけど、なんかひび割れる感じがしない感じありますね。うん、かわいい、気に入りましたこの色。ちょっとこれをねぜひ皆さんに試していただきたいですね。はい、こんな感じで今日のメイク完成しました。ちょっとねさっきお風呂シャワー浴びたので髪の毛がボサボサなんですけど、はい、こんな感じです。はい、これで今日のメイクが完成です。どうですか、目元がちょっとピンク系なのでカッパオレンジと合うかなってちょっと心配だったんですけど、結構ねやっぱりこの色って割と何にでも合うというか、実際にね見てもなんかうるさい感じしないですよ、全然平気ですあんまりね私ナチュラルコスメって試したことがないので、なんか質感がどれどれのブランドに似てるとかちょっと言えないんですけど、すいません。そうでもね使用感は全然良かったです。思ったよりアイシャドウの発色も良かったし、あとやっぱりこのハイライトがすごいですね、ピカーンってなりますね。なんか塗ってる時はすごいナチュラルだなと思うんですけど、出来上がった後の顔を見るとなんかすごい肌が綺麗な人みたいになってるなって思いました。体の色と、まあ、ちょっと手焼けたかもしれないんですけど、体の色と顔の色とあんまり別に差がない感じになれたので良かったかなと思います。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。